皆さんこんにちは、ミラクルです。ということで、今回は年パニアなるビジュリーやっていきたいと思うんですけども、今回ですね、ワイコロの動画をね、普通にいつも通り撮っていきたいと思うんですけども、あのね、ちょっとさっきね、やったんだよね、ワイコロをね、ガチパでやって、何回やったかな、十何回かやったんですけど、強い方になかなか出会わないんですよ。ね、今日の動画も撮るんですけど、一体強い方に出会うのかちょっと心配なんで、まあ、今回はもしかしたら強、あんま強くない方と戦うってすぐにやる、キルをするっていう動画が何試合か続くかもしれないんですけど、まあ、そこね、ご理解お願いします。さすがにね、めっちゃ強かったと戦うとかっていうのをね、取り続けてたら、あの、スタミナ切れたり、スタチキもなくなってきちゃうんで、20枚ぐらいあるんですけど、スタチキが一応。なんで今回ちょっとあのご了承ください。今回っていうか、今回これ以降、もしも出会わなかったら、出会ったらいいんですけど、出会わないかもしれないんで、そこお願いします。はい、運なんでね、完全に行きましょう。じゃあやっていきましょう。ダークシャイニングじゃないか、あんだっけ、ブラックホルンだっけの、確かアンテナの、連覇には4人いるチームですね。まあ、復活殴りましょう、キノコは。はい、頑張れ。ちゃんと見えてるかな、うん、大丈夫そうですね。ちょっと下が見にくいかもしれないんですけど、超面白い。気持ちずらすか。こんな感じかな。はい。よし、ナイス。OK。5分。はい、OK。はい、1戦目処理。やってみましょう。相手ハートじゃないですけど、結構トラガラで。なんかこれ、コロナだっけ？あれ？光のこのさ、全体攻撃の一番マックスの、あ、何でしたっけ？まあ、見ればわかるか。やべえ。絶対これスペース負けんな。勝てるかわかんない。これ完全にゴリ押しパーティーだから、打撃、あの、打撃の。スペースはもう早くして、これ。多分負けない、これ多分。まあ、やってみようとりあえず。うわぁ、これ痛い、みんな地獄たたりは。これで多分一気に、おりゃーっつったの倒すって感じだ。これ、いやー復活これ、あ、残ってる、すごいっすか。オッケー。すごいっす、勝ったよ。あ、相手これカバー誰もいない？ちょ、勝てんじゃない？オッケー、ナイス。よし。勝ったぜ。さあやっていきますか。桃柄、桃芋の、虎柄かな、これは。一人なんか銀がいますけど、あとは桃ですね。もう勝てるかな？素早さどうだろう？勝てるかな？みんな痺れさせるのか。で、これは、あの、なんだっけ。なんちゃらボルトとかそういうやつの、電気の全体攻撃の最終進化してるやつかな。あ、100億ボルトか。へぇ。さあ、どうでしょうか。うわぁ、負けたじゃねえ。かわなかった。あー、8ゴムつけるね。オッケー、ナイス。勝った。素早さ勝った。勝ったねえか。おー、でも復活カバーにしちゃう。もったいなくね、この人。復活をカバーにしちゃうのか。結構もったいなくしてるけど。おい、あー、かばれたな。いやー、マジか。こっち怖いな。あー、生きてるかも。あ、いやー、オッケーじゃない。よし、ナイス。これで、いやー、マジか、すぐに負けるか。やばい。あ、かばってるね。オッケー。あ、オッケー、生きてる、生きてる。これでちょっと、ナイス。あぶねー。カバーが有能すぎる。やべえ。マジか。抜けない。うわ。痛い。かなり痛い、これは。うわ。復活だけになっちまった。100億ボルトの連鎖だな。どうなるかな。いやー。はい、みんな風勝つ。ナイス。はい、1100。これが強いんですよね、マジで。もう加速するから。あ、相手加速しない。うわーね、HP が伏せた。これいけんじゃない？もう加速してないなら、このままご利用して、ウェーブ打ってれば勝てると思うけど。ここだね、真ん中狙っていこう。よけてもらえば頑張るよ。はい、ウェーブ。いけんじゃない？いけるよね。いけると思う。オッケー。いったかな、これは。あ、無理か。まだでした。ただこれで、ナイス、勝利。オッケー。勝利です。じゃあやっていきましょう。捕まえるは4人。で、無敵がいますね。で、5ウェブにしていますね。で、アンテナなしがしてるか。なんか、身代わり区みたいにつけてるね。あの、捕まえる。あの、恐怖を持ってる、捕まえる。ただ、どうでしょうか。まあ、素早し的にはトラガラでもないし、あ、トラガラにもいるか。でも、ハートじゃないし、ハートはそんな関係ないから、トラガラはいるけど、素早しはどうだろう。勝てるかな。勝てるといいんだけど。よし、ナイス、勝った。オッケーオッケー。
はい、本当に火力が高いんで、この声が素早さで勝っちゃえば、ほんとんどね、敵倒しちゃうんで、よっぽどカバーとか相手いなくて、相手、よっぽど本当に、復活とか、なんか、いくらたりみんな感じで勝って、相手に大逆転加速されて、大逆転とかっていう場合は負けるんですけど、大体のこいつは勝てますね、このパーティーは。かなり強い。これもいったんじゃない？ほんとね、速攻で倒せるパーティー。よし、ナイス。こんな感じですね。じゃあ、最後に福袋やり、あ、福袋じゃない、福引きやりたいと思います。今49枚持ってるんで、全部使っていきたいと思います。16回ですね。いきます。そう、地味に福引きやってなかったからあったっていうね。はい、6等ですね。5等か。4等。AP のだね、いいね。AP のとでいいの？8ボンプ出るかな？8ボンプ出てほしいけど。ないか。お、いいね。伸びだけ、伸びだけもつかねえんだよな。もうここのレベルになってくると伸びだけとかつかねえからな、あんま。AP の種か。悪くはない、AP の種。8ボンプができれば欲しいけど。来ないか。来ないね。来ない。なかなか来いません。来ないっすね、なかなか。音ばっかだな。音と6等がっぽいね。やっぱ、音的にやっぱ1等が来ない。16回いるから、1等1回ぐらいしていいと思うけどな。来ねえか。4等、AP の種。3等、ホラガイ。3等出た。今んところ2等、3等、4等、5等、6等が出ました。1等だけ出てないって感じか。あ、終わっちゃったか。ってな感じですね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあね、今日は、まあ、いつも通り、ガチパでね、コレシアムやってみたんですけど、まあ、今回ちょっと残念ながらね、すごくめっちゃいい勝負になるって方とは出会わなかったんですけど、まあ、今後もね、マイコロの動画出していくんですけど、まあ、強い方があんまりいないと、ちょっと動画的になんか面白みがないかもしれないんですけど、まあ、これからもね、応援してくれたら嬉しいです。電波に言ってる方もね、少ないんですけど、まあ、その中でもやってる人もいるんで、まあ、ね、やってくれてる方には感謝ですね。はい、じゃあまあ今のところちなみにね、育成中なのは、じゃあボックス見せますね、一回。はい、ボックスやってきました。ね、なんだっけな、あの金銀のね、ダイヤからの電波人間は一応ね、こんな感じで何体か作ってるんですよ。これをね、こんな感じでねやってるんですけど、これをうまくなんかね、行くってことできないんですよね。なんか捕まえるとかで、トラカレにもなんないから、なかなかきついから、もう一回レアキャッチで金銀トラからやり直し、捕まえてね、やり直そうかなと思うんで、まあ、それよりも毎日やってるんですけど、なかなか出ないんで、まあ、それまで育成できないんですけど、とりあえずそれをやってね、まあ、今後も、まあ、こんな感じでなんかちょっとできなかったよ。はい、やっていきたいと思います。またね、金銀いつかみんな完全復活もね、今赤と青なんですけど、金銀レンガの最大型の8000超える、まあ、金銀もね、できればいつかね作りたいと思うんで、まあ、その時に、ね、できることを期待しながら動画撮っていきたいと思います。じゃあ今回はこんなところで終わろうかな。はい、じゃあ、ここまでのご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。